幼稚園の庭に建てられた見慣れない建物。モンゴルの伝統的な移動式住居、ゲルです。南国市のアトム幼稚園で、このゲルを使った体験授業が行われ、0歳から6歳までの園児85人が参加しました。講師は、モンゴル人技能実習生への通訳を行っている、南国市在住、モンゴル出身のガンバートル・ヤンジンドルゴルさんです。アトム幼稚園は、春にモンゴルからの実習生を受け入れる予定で、その縁で今回の体験授業が実現しました。牛が運べるの、荷物を積んで車の代わりに。すごいでしょ。建てられたゲルは直径4メートル、高さ3メートル。骨組みは木でできていてかなり大きいですが、モンゴルでは数人が1時間ほどで建てるということで、園児たちは今朝初めて園内に建てられたゲルを目にしました。さらに中に入ってみると、で入って女の子は右、女の子は真ん中右、男の子は左です。はいどうぞ。ゲルの中では調理場が右側にあることが多く、料理をする女性は右側に、一方男性が使う狩りの道具は左側に置くことから、男性は左側に座るなど、日本とは全く違ったモンゴルの生活習慣を学びました。白い布の上にはフェルトっていうのがあるの。フェルト、フェルトっていうのは羊という家畜がいたね。羊の毛を切って作るの。触ってみたい人いる？触ってみてどう？羊の毛ってなんかもちもち、なんか気持ちいい。触ってるの好きそう。アトム幼稚園では今月23日にはインドネシアや中国からの国際交流員と一緒に芋掘りを行う予定で、こうした異文化交流を今後も続けていきたいということです。